西名正樹で、西名正樹と申します。下ろしてきましたよ、全額給料を。まあ、とりあえずここでは見せれないんで、場所を移動して発表していきたいと思います。正直ね、今月はやばい。まあね、やばいっていうのがなんでやばいのかと言いますと、生札が7枚、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚、11枚、以上でーす。これはやばいっすよ。117,000円。これはやばい。家、ローンなんで、ローン代でこれなんですよ、10万円。そうすると残りが17,000円なんですよ。17,000円ってでも毎月の携帯代が2万円ぐらいなんですよ。そうするって言うと、もうこの時点で赤字なんですね。今月は貯金を崩さなきゃいけないなと。ね、皆さん芸能人って仕事をしてれば結構稼げると思ってる人が多分いっぱいいらっしゃると思うんですけど、今ね、このコロナの状況で仕事がね、結構なくなるんですよ。仮押さえみたいなやつもロケができなくなったんで、バラシですとか、皆さんもコロナで、仕事ができなかったり大変な思いをしてると思いますが、実際問題、芸能人も大変なんですよ。多い月はね、例えば本当に100万円とかいただいたこともあります。でも今月はじゃあ11万7000円ですけど、ゼロの月もあったりするわけで、まあでもね、こんなもんですよ。今や昔の芸能界は稼いでたんでしょうけど、本当に昔も、例えば一本のギャラ500万とか1000万とか主役とかになればあったらしいですけど、今は主役とかでも100万200万とかですって聞いてます。で、なんか米倉さんはドラマ一本のギャラが500万とかっていうのもね、出てたりするんで、もらってる人はもらってるんですよ。そしてもらってない人はもらってないんですよ。仕事がない人はないですし、ある人はありますし。だから今芸能界で一番高い人って誰なんやろ。たけしさんかな。ダウンタウンさんで一本200万とか300万一人。でも芸能界で一番ギャラがいいのはぶっちゃけ CM です。 CM になると、もちろんね、契約、年間契約とか3ヶ月契約とか半年契約とかっていろいろあったりしますけど、まあ、契約の中身は厳しかったりもしますけど、結局は一番ギャラがいいのは CM ですね。 CM って大体まあ2日とか3日とかで撮影をするんですけど、その2日とか3日に対してギャラがうん千万とかいうものなので、だから CM に出てる人は儲かってます、間違いなく。それだけは言えます。CM で何百万ギャラとかって聞いたことないので、CM をやってる人たちは確実に一本何千万単位なので、これは僕の予想ですよ。100万200万の予想は、だから小沢仁志さんとか白龍さんとか、あと誰、的場浩司さんとか、まあ、元宮康和さんとか、山口義之さんとかは、それぐらいもらってると思うねんな。し、それぐらいもらっててほしい。夢的に。だから主役が例えば300万のドラマとかってやってたら、2番手で100万とか150万ぐらい。準主役ね。3番手クラスで80万から120、30万の間ぐらい。で、4番手ぐらいになってくるとガクッと下がって30万から50万ぐらいと。1本。想像ね。
回もピンキリで1ヶ月公演とかあるじゃないですか。だから大きい劇場での1ヶ月公演、そういうのは安くてワンステ3万とか4万とか234安い人ワンステなんで、でもそれが40ステぐらいあるんで1ヶ月で、そうすると2万円かける40ステなんで80万とか、3万円やったら、120万とかっていう数字にはなるかな。でも舞台とかって要は本番中のギャラしか出ないので、稽古期間のギャラは出ないので、稽古期間の例えば交通費も出なければ、稽古期間中例えば本番が1ヶ月でも稽古も1ヶ月だとしたら、この前の1ヶ月分はギャラが出ないので、だから2ヶ月でその金額みたいな感じかな。雑誌の連載とかは安いよ。一記事1万円とか。営業は美味しい仕事かな。歌手の人とかお笑い芸人さんとかは営業ができるから営業はすごい儲かるっていう。だから昔はパチンコ営業っていうのがあって、来店イベントっていうのが、来客イベント、よく分からへんねんけど、そういうイベントは美味しかったよね。1日3店舗ぐらいパチンコ屋さん回ってトークショーしてサイン書いてツーショット撮影して、まあ1店舗1時間半から2時間ぐらいいるんかな。で、3店舗回って100万近いギャラ額みたいなのはあったけど、今はそういうイベントも規制とかでできなくなって、でね、まあイベントなんて今このコロナの時期でできるわけでもないし、人がいっぱい集まるのは、だから結構今マジで大変ですな。コロナという状況もあり、今月の僕の給料11万7千円でございました。これは非常にまずいので、ぜひとも YouTube の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。14年間の間で離婚危機なんかやったの？あ、でも、ふわ、しびれるわ。仲良くするんですか？仲良くしてるよ。